どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、ちょっとね、久しぶりになってしまいましたので、ボリュームが結構多いんですけども、まとめてね、やっていきたいな、なんていうふうに思いますんで、ぜひね、お付き合いお願いいたします。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。まずですね、ANA からなんですけども、結構前にですね、ANA マイルで ANA の飛行機ね、発見していただくと、燃油サーチャージがね、今非常に高額ですっていうね、話をさせていただいていると思うんですけども、まあ、このね、燃油サーチャージが上がったタイミングでですね、燃油サーチャージがかからないですよっていう路線もね、あるんですよね。これを一覧で一回ね、動画で紹介させていただいたんですけども、まあそちらの動画はね、まあこれなんですけども、こちらですね、韓国出発の、まあ、ヨーロッパ、まあ東京経由のヨーロッパなんですけども、まあここら辺ね、かかんなかったんですよね。まあかかんなかったんですけども、残念ながらですね、こちら、燃油サーチャージね、徴収が開始になりましたということで、残念ながらですね、この韓国発のですね、ヨーロッパ路線、こちらに関しては、燃油サーチャージね、かかるようになってしまいました。ということなんで、おそらくにはなるんですけども、まあ、全部が全部ね、私も調べておりませんので、まあ、ヨーロッパ行きのね、燃油サーチャージがかからない路線っていうのは多分これでなくなってしまったのではないのかな、なんていうふうに思います。まあ私がね、先ほど調べた感じだと、フィリピン発の東京経由のハワイ、アメリカ、中米、南米、ハワイ、シンガポール発、東京経由のアメリカ、中米、南米、ハワイ。まあ、このアメリカ路線だけね、ちょっと調べさせていただきましたけども、まあ、こちらに関しては今もね、燃油サーチャージなしでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、一応ね、まあ、こういった路線もね、あるっていうのと、まだ燃油サーチャージかからずね、利用することができるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。まあ、こちらはね、燃油サーチャージかかんないんですけども、まあ、これを利用するとね、まあ、シンガポールだったらシンガポールまで行かなきゃいけないんでね、まあ、なかなかね、予定が空いている方じゃないと、まあ、利用するのは難しいかななんていうふうに思うんですけども、こういった形になりましたので、ぜひね、覚えておいてください。次にね、ANA ニュースでね、来ておりまして、2023年度国際線路線便数計画変更についてということで、アジア路線便数加えパースを10月29日より運行再開しますということで、いやね、来ましたね。まあ、今回ね、発表されたのは、成田大連路線、また成田シンガポール路線の増便、またね、調整中だった羽田北京、深センでしたっけ、ここの運行がね、決定されましたということで、またですね、2023年10月の29日より、成田からオーストラリアのパース、この路線がですね、復活ということで、こちらね、2023年の3月以来、約3年半ぶりということで、またね、再開いたしますということで、こちらね、もうね、予約が利用することができるっていう風になっておりますんで、楽しみにされた方ね、かなりいらっしゃるのではないのかななんていう風に思いますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。またね、今週の特旅マイルキャンペーン、もうね、更新されております。こちらね、LINE 公式アカウントの方にね、ワンクリックで見られるようにしておりますんで、まあ、概要欄からね、公式アカウントでぜひ登録していただければなと思います。次にですね、東京羽田エクセルホテル東京にですね、ANA ルームがリニューアルということで、こういった感じでですね、ANA 国際線ビジネスクラス、ビジネススタッカードがですね、客室にあるね、部屋が販売ということで、詳細はですね、5階の滑走路側5223号室、広さは41平米、販売価格は1泊1名 46,500 円、1泊2名 49,400 円、朝食付きという風になっております。まあお値段はですね、かなりね、高いんですけども、まあこれがね、客室にあるっていう風になりますんで、非常にね、いいですよね。ちょっとこれはね、利用してみたいなと思ったんですけども、価格がね、1泊約5万円ということで、結構高いですね。またね、国際線のビジネスクラスで提供されていた機内食もですね、夕食のルームサービスとして利用することができるオプションもね、用意されているということで、こちら、お一人様1名 6,000 円でね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、気になる方はこちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしてください。次にですね、ANA が LR イスラエル航空テルアビブ成田路線コードシェア開始へということで、こちらね、2024年の春頃にね、予定されているということで、LR イスラエル航空はイスラエルのね、国営の航空会社っていう風になっておりまして、アライアンス未加盟で、今回ね、ANA とコードシェア、まあ、提携でね、利用することができます。ハブ空港はベン・グリオン空港、レターコードは EL っていう風になっております。このね、LR ル・イスラエル、イスラエル自体がですね、結構ね、対立している背景っていうのがございまして、このね、イスラエルっていうのは非常にセキュリティチェックがね、厳しいみたいなんですよね。本来国際線っていうのは、2、3時間前までに来るみたいなのが基本になっておりますけれども、イスラエルの場合は4時間目安ということで、専門の係員からね、質問がね、必ずあるということで、辻褄が合ってないとですね、別室送りになるみたいな、そういった感じに言われておりまして、またね、スカイマーシャルっていうね、ハイジャックなどの機内犯罪防止の警察官も武装してね、飛行機に搭乗しておりまして、またね、2002年にケニアに地対空ミサイルで狙われたこともあり、赤外線ホーミングの地対空ミサイルを避けるためのミサイル警報は防衛装置などでね、前期に搭載されているということで、一応ね、世界一安全な航空会社ともね、言われているというふうになりまして、2024年の春頃ですね、コードシェア開始ということで、今後ね、ANA マイルでね、特典航空券発券できるようになるっていうふうになりますので、ANA マイルのね、利用先が増えるという意味ではですね、かなりいいですね。こちらもプレスリリースで出ておりましたので、気になる方はね、ぜひチェックしていただければなと思います。それでは次に JAL なんですけれども、2023年7月19日、羽田空港国際線第2ターミナル運行開始ということで、先日ですね、ANA の方でね、この話させていただいたわけなんですけども、JAL もですね、3年ぶり7月19日よりね、稼働が始まるということで、夏季国際線便数計画追加決定ということで、7月19日からですね、羽田大連線を新規開設ということで、こちら毎日運行になるみたいですね。羽田空港第3ターミナルから新規就航便が、使用する目処が立ったということで、運航便はね、こちらになっております。羽田大連 JL2324 便。7月19日開設ということで、一応ね、こちらが予定されているっていう風になりますので、もしね、羽田空港第3ターミナルね、新しくね、稼働はね、7月19日から始まりますけども、こちら利用されたいっていう方はですね、ぜひね、チェックしてください。特典とかはね、JAL の場合は、必要マイル数がね、どんどん桁数が減るほど増えるっていう風になってるんで、何マイルだったかな ?87000 とかなってたと思うんですけども、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてください。それでは次にこちらのレボリュートですね。私はもう息子にシールを貼られて、シールは IC チップにかかってたんで、外したらちょっともうボロボロになってしまったんですけども、このレボリュートがですね、なんとマスターカードのね、チャージを再開っていうのをね、発表いたしました。こちらね、一部私の奥さんのアカウントとかね、もう結構前からですね、チャージ再開して、段階的に再開して、今回本格ね、的にチャージ再開っていう風になりましたので、一応ね、レボリュート使われてる方ね、多いかななんていう風に思うんですけども、一応ね、マスターカードからも今後ね、チャージすることができます。以前もね、言った通り、チャージ手数料ね、1.7% 導入されておりますので、今ね、1万円チャージすると170円ね、チャージ手数料かかってきてしまうっていう風になりますんで、わざわざね、このカードからチャージするっていう理由はね、ほぼほぼないのかななんていうふうに思うんですけども、個人的にはですね、この外貨決済手数料がね、かからないレボリュート自体は非常にいいサービスだななんていうふうに思っておりますんで、私はカードからチャージしないで銀行振込でね、利用させていただいているっていうふうになりますんで、この方がね、チャージ手数料もかからず、外貨決済手数料もかからずね、利用することができるので、お勧めっていった形になります。それでは次にですね、昨日ね、キャセイパシフィックのね、航空券無料キャンペーンがね、解説出させていただいたんですけども、次にですね、香港エキスプレスの航空券無料キャンペーンもね、発表されました。で、こちらがですね、昨日のキャセイは抽選なんですけども、今回の香港エキスプレスの無料キャンペーンはですね、先着なんですよね。6月26日からね、申し込みがね、開始になるということで、先着ということで、こちらね、かなり集中すると思うんで、サーバー落ちんじゃないかななんていうふうに思いますので、あんまりね、お勧めしてないんですよね。で、また先着なんでね、バタバタで決めて、また変更手数料もね、またかかるっていうふうになりますんで、一応ね、参加されたい方は概要欄にね、公式サイト載せておきますので、ね、チェックしていただければななんていうふうに思います。サーチャージはですね、昨日のキャセイとね、同様ですね、自己負担、所税もね、自己負担っていうふうになりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。またね、この航空券無料キャンペーンで、香港航空もやるみたいなんですけども、こちらね、6月の27日から開始みたいなんですけども、ちょっとこちら詳細が分かっておりませんので、またね、分かりましたらコミュニティ欄とかにね、載せたいななんていうふうに思いますので、こちらも覚えておいてください。で、またですね、6月の24、25でですね、こちら、六本木ヒルズでガチャガチャみたいなね、キャンペーンが開催されるんですよね。こちらね、昨日動画出してちょっとした後にね、知ったんですけども、抽選で500名の方にね、こちら航空券ね、香港の航空券のね、プレゼント、もらえるっていう風になりますんで、もしね、時間がある方はですね、ぜひね、行かれてみていただければなと思います。こちらね、無料で参加できるっていう風になっておりまして、詳細載っているね、サイトは概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。まあ、六本木ヒルズなんでね、ちょっと私は予定も空いてたらね、見に行きたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあね、まあ、500名なんでね、かなりこちらもね、いろんなので、拡散されてるんで、かなりの数の人が来ると思いますので、並ぶっていうことだけは覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次にシンガポール航空ですね。シンガポール航空がラブ SQ 旅ということで、またね、4日間限定の割引運賃をですね、今やっております。予約期間が6月の15日から6月の18日ということで、搭乗期間は7月から11月の末まで、発着が羽田、成田、中部、関空、福岡からシンガポールへの往復運賃が 30% オフでね、利用することができます。このね、ラブ SQ 旅っていうのは、確か前回もね、あったと思うんですけども、燃油サーチャージね、かからないんですよね。ですので、総額金額は56,030円から利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、調べてみると、もろもろ入れてもね、63,000円とかね、まあそのぐらいで、シンガポールの往復ね、まあエコノミークラスにはなりますけども、利用することができるっていう風になりますんで、まあこちらね、結構いいのではないのかな、なんていう風に思いますので、気になる方はね、公式サイト、ぜひね、概要欄に載せておきますんで、チェックね、していただければなと思います。ということで今回ね、ちょっと細かい話ということで、もりもりでね、話させていただいてしまったわけなんですけれども、今回ですね、燃油サーチャージがですね、かからなかったこの韓国路線、韓国からのヨーロッパ路線ですよね。非常に残念ですね。またね、燃油サーチャージ自体はですね、まだまだね、高いので、まあこういったのをですね、ANA マイルでね、利用できるっていうのは結構ね、貴重ですので、どうにかね、残していただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ今回ね、ヨーロッパ路線ね、塞がれてしまいましたので、まだね、アメリカとか中米、ハワイとかね、まあこれもね、行くことができますので、まあ利用されたい方はですね、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントで非常に手を入れておりますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。